ついに中盤最終ボス、ドゥランを受け流しを使った前人未到の戦法で倒した直後。ちょっと待ってください。チェリーさん負けたショックで非暴食になってまた中二戦会のことを。これはあれですね。負けた自分を受け入れられずに誰かに慰めてほしいから非暴食になったふりをしてる10代特有の病気です。こんな生死をかけた戦いの中で春季全開なの？確率完全崩壊。ドラクエ6を呪文、道具など全禁止の何の取り柄もないホイミンで全クリする鬼畜企画も後半4章へ。今回ついに終盤最強ボス、アクバー戦。完全ローテーション上、どうあがいても5ターン目の500を超える壊滅的ダメージで一撃全滅確定。最後の切り札である、ある装備を使うも、わずか1ターン延命するのが限界。続くボス戦も撃破には、まず 0.00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 
今企画我々は、ドラクエシリーズ屈指の回復スペシャリスト、ホイミン唯一の取り柄、ホイミ系呪文など全禁止で物語どこまで進められるのか大検証。一章では、ホイミンの攻撃手段がダメージゼロの打撃だけでいきなり積み。しかし突破率 0.003% のスコット、ホリディ戦を4096分の1大前提で撃破。二章では、中盤最強ボス、ミラルを撃破率37億分の1を突破。そして三章では、中盤最後のボス、ドゥラン戦を。YouTube 史上前人未到の戦法で、0.000000000056% を突破したのでした。今企画のルールは以上の通り。まずホイミン一人で全クリエ。素で覚えるホイミ系の呪文全禁止。そもそも呪文自体全禁止。転職、装備、種ドーピング全禁止。道具、装備の道具使用含めなし。裏技なし。以上のルールでスノホイミンさん一人で物語どこまでいけるか大検証。もう本気で無理だと判断したら、一つずつルールを解禁して最小解禁での全クリ目指します。現在の解禁は装備、転職で踊り子を熟練度5までです。この土曜19時のやり込みメイン動画以外にも、水曜19時から不定期でゲーム実況動画の投稿、そしてライブ配信もたまにやりますので。チャンネル登録、評価ボタン押して応援してください。それでは前代未聞のボス戦の4勝へ。そしてドゥランの城は解放され、上の世界でゼニスの城が復活。それでは今度はこのゼニスの城をご訪問しましょう。そしてこの城を治めるゼニス王と対談。何でも大魔王デスタムアが自分を脅かす恐れのある、ダーマ神殿、メダル王の城を封印していたとのこと。あ、わかったー。だから我々マイティ株式会社もいつも倒産寸前なんですね。なるほど。大魔王が恐れて我々の経営を悪くしていたんですか。マイティ株式会社のせいで、ドラクエの魔王軍は常に動画のネタにされ続けますからね。そしてペガサス解放に向け天魔の塔へと向かいます。そしてこの天魔の塔の頂上でランプの魔王たちとの戦闘開始へ。まずこのメンバーで脅威となるのはホロゴーストの死の踊り。しかし最も凶悪なのはデビルパピヨンの猛毒の霧。なのでこいつを先に集中攻撃して倒していきます。危ねえ、今ホロゴーストさんがひしこいて死の踊りを踊ってきましたよ。大丈夫です。そんなこともあろうかとこの戦闘前に、我々二人がホイミンさんの前でリンボーダンス踊っておいたじゃないですか。そんじょそこらの踊りじゃ見向きもしないです。デビルパピヨンは3発で倒せる。よっしゃー。まず猛毒の脅威から解放。で、ホロゴールドさん馬車のドア閉めてきましたよ。馬車のドア閉められるとキャラの交換ができなくなる。でもホイミンさん一人だから全く問題ない。あれ？ヨウムンさっきお腹空いたからって馬車の中でカップラーメン作ってなかった？やべー。そうだったわ。おい、ホロゴースト、馬車の中にさっさと入れてくれー。私のラーメンがとんでもないことになっちまうー。てかそれ以前にこのままだと馬車大全勝でしょ。ホロゴースト倒しても戦闘終わるまで馬車に入れないし。マジかよ、このままじゃヌードルデロンデロンになっちまうじゃねえか。ヨウムンの夜食のためにもいち早くこのランプの魔王を倒したい。ちなみにこの戦闘ですが、結構ホロゴーストの死の踊りと、デビルパピヨンの猛毒どちらかをかなり食らって、全滅するパターンが多いです。猛毒って最大 HP の8分の1のダメージを毎ターン食らうから、今みたいにランプの魔王を倒すまでに時間がかかるので結構やられる。よっしゃー。無事サンバガラス討伐に成功。これでやっと。じゃあ、馬車の中で作ってたカップヌードルがうどんみたいに伸びちゃってるー。そしてランプの魔王たちは消滅し。絶対許さねえからな。こんなうどんみたいなカップラーメン食ったことねえ。そしてゼニス王が天魔の手綱の力を解放し、ついに最終ステージ、狭間の世界への扉が開かれるのでした。ここが狭間の世界。ん？ヨウムンどした？霊夢さん、だるいっす。もうこんな企画やったって何のためにもならんとですよ。ホイミンなんて陰キャが主役になれるわけねえ。さっさと自己破産して楽になりに行きましょうや。こんな感じに狭間の世界に入ると、皆無気力状態になります。
まずはこの状態をなんとかするところから。とりあえず一番近くにある絶望の町へ。ここに住むエンデという老人に、希望を取り戻させるのが最初の任務。何でもふるさとで待ってる奥さんが心配してるだろうから会ってきてほしいとのこと。自分で行けよ。私たちが会っても意味ねえだろ。絶望の町より西にあるヘルハーブ温泉に現世に帰る手段が。やっと温泉に入れますねえ。はぁ、いいお湯だわー。しみるあ、霊夢さん。おしっこしていい？ダメに決まってんだろ。そんで移動調べて現世に帰り。そしてザクソンの村でこの犬っころにさっき受け取った臭いパイプを嗅がせると。相手私の体にこのパイプこすりつけまくりましたからね。果たしてワンコがじいさんの匂いを嗅ぎ取れるのか。おぉ。じいさんの匂いが幼文の体臭を上回りましたよ。なんかそれやめて、傷つくから。そしておばあちゃんが大事な仕事道具を渡してくれます。そんで異世界直帰。仕事道具を受け取って希望を取り戻したエンデは、我々のために防具を作成。そして続いては、賢者マサールの残した宝が沈んでいると噂の湖を抜けて。ここ狭間の世界最後の安息の地へ。ここって井戸の底じゃないっすか？そうね。待てよ、どこかで見たような。って大輝がいた場所じゃねえかよ。ってまさかこのじいさんが。大輝の苗の果てじゃねえだろうな。くそ、あれほど食案に行けって言ったのに。そんな年になったらもう取り返しつかねえじゃねえかよ。話を伺ったところ、現在は医療系のお仕事で立派に働いているとのこと。てっきり井戸の底に引きこもってその年になったのかと勘違いしてました。そして狭間の世界後半最後の砦、牢獄の町へ。ここではまず入り口でのボス戦を控えています。嘆きの巨人のステータスは異常の通り。HP は2800。攻撃は1回のみですが、なんといってもこいつの最大の脅威は痛恨の一撃の連打。皆さんもドラクエ6をプレイしたことがあるとわかるかと思いますが、この嘆きの巨人の痛恨は本当に頻繁で、一気にこちらの HP を刈り取ってくる。道具はなしで、装備と食料で踊り子のみ解禁しているのでこんな感じに。そしてステータスは全開のまま。この時点で欲望の街でメタルキング鎧を取れますが、体勢的には水の羽衣の方がいいかと。それでは嘆きの巨人戦に行ってみましょう。なんかこの牢獄の町の門番を100年やってるらしいよ。マジかよ。そんなに働いてまだ年金もらえないんすか。らしいよね。我々も将来こんなにならないといいけど。それでは嘆きの巨人戦の開幕。もうこちらの攻撃手段は同じく奇跡の剣での打撃のみ。攻撃しつつ奇跡の剣のダメージ4分の1回復でどんどん攻撃していく作戦。嘆きの巨人の攻撃で最も恐ろしいのはもう言うまでもなく痛恨の一撃。嘆きの巨人といえば痛恨連発、というイメージがあるほど痛恨を連発してくる。実際嘆きの巨人の攻撃の稲妻は、実はホイミンさんの水の羽衣とメタルキングの盾の体勢で無効。そして早技は防御力でほぼ効きません。怪しい霧もこちらは呪文禁止で意味ないですし、本当に痛恨の一撃以外は何も怖くない状況。しかしこの嘆きの巨人の痛恨の一撃は、守備力無視タイプで200前後ダメージなので、ホイミンさんの HP600 だと3発ほど食らえばジエンド。でもその間にも奇跡の剣での攻撃で回復はしていくので、3発だけということはないですが。しかしまだ現状12発目まで叩き込んで HP はほぼ全開の状態なのでかなりいい調子ですよ。しかしちょっとずつ痛恨の一撃が目立ってきた気がするのは気のせいか。嘆きの巨人って一発痛恨使ってきたら一気に何度も使ってくるから危険。んなこと言ってたらやっぱり使ってきたじゃないの。それまで順調でもある時を境に一気に痛恨で大落点される可能性もあるから。てかもう一気に2回連続で痛恨使われて絶対ですね。てかまさかの3回連続ホイミンさん痛恨の一撃で触手バラバラにされちゃいましたね。おや？意外と醤油かけたら美味しいですよ。食うな。頑張っても勝てないので前回3勝で解禁したあの日扇の出番です。今回使うのは、前回3勝で解禁した秘技、受け流し。これは敵の打撃系の攻撃を8分の5の確率でこちらはノーダメージで敵にそのまま返せる技。一人旅の場合8分の3で失敗して自分にそのまま食らうのが難点ですが。なので作戦としては、嘆きの巨人の痛恨を受け流しでそのまま嘆きの巨人に返そうかと。うおうおうおう。霊夢さん、あったまいい。見直した？全然、文脈おかしいだろ、国語の勉強しろ。ちょうど痛恨の一撃来ましたよ。今だ、ホイミンさん、あれよあれよと受け流してって食らってんじゃねえかよ。どうしちゃったんすかホイミンさん。あれだけ昨晩もイメトレしてたのに。いやこれおかしくないですか？そもそも受け流しに失敗したっていう表示すらされてないし。言われてみれば。まさか痛恨の一撃ってそもそも受け流しの対象じゃないんじゃね？マジか。実はこの受け流し解禁した前回の時点で、この嘆きの巨人もこれで倒すのをイメージしてたんですが。てかもうあと HP1 しか残ってねえぞ。
だからもうここから痛恨じゃなくて打撃系の早技なんかが来てくれて、それを全部受け流しで。HP1 の相手に容赦なさすぎるだろ。ご覧の通り、受け流し作戦は全く意味がないので、もう打撃のみでなんとかするしかない。もう早技、怪しい霧、おたけび、稲妻なんてどうでもいい。とにかく痛恨の一撃が連続で来る前に、なんとかして HP2800 を削り切ればいい。しかしホイミンさんの1回の攻撃120ダメージから考えると、倒すまでに約24ターン。この24ターンの間、連続で痛恨の一撃を防ぎ続けるのは相当運が必要。ちなみにこれはネット情報なので間違ってる可能性もありますが、嘆きの巨人の攻撃スロットは6つあって、そのうちの2つが痛恨の一撃だそうです。なので確率は3分の1。この3分の1をいかに引かないかがポイント。でも意外よね。嘆きの巨人って痛恨連発してくるイメージだったから。攻撃の選択肢ほとんど痛恨の一撃なのかと思ってたけど、まさか3分の1とは。でもヨウムンにも同じことが言えるかもよ。ほへ。実はヨウムンも行動の選択肢10個中9個は超優秀な選択肢だけど、残りの1個が超おバカな選択肢で。ただ単に神がかり的にその10分の1のおバカな行動を引き続けてるから、アホに見えるだけの可能性も。絶対そうじゃねえかよ。私がおバカなんてなんかおかしいと思ったんだよ。これまでの人生ずっとこの10分の1しか引いていない強運が凄まじいというお話でした。てか痛恨連発で一気に窮地に追い込まれそう。あと一発痛恨の一撃が来たら終わりっすよ。なんとかして奇跡の剣の回復で HP200 以上は保っておかないと。なんとか今おたけびが来てるおかげで HP を回復できてます。でもまだ痛恨の一撃で一発アウトな状態に変わりはない。ついに非力なホイミンさんの打撃で痛恨の一撃ま、嘆きの巨人戦突破に成功したー。なんとか痛恨の一撃の嵐をかいくぐり、呪文禁止のホイミンさんで突破しました。本当に100年間門番職務めてきたんですね。新卒から勤続100年なんて昭和でも聞いたことねえぞ。そしてここで牢獄の鍵をゲットです。それでは早速牢獄の街に入っていきましょうか。ここで懐かしい男との再会へ。誰ですかこの人。ほら、あのレイドックのソルディさんですよ。いやこんなファンファーレつけるほどの人じゃないでしょ。って何言ってんすかソルディさん。ホイミンさんの仲間って、ホイミンさんはホイミンさん本人でしょ。いやこれは主人公の方のホイミンさんであって。紛らわしいわ。そして変装用の兵士の服をゲット。それでは早速。え、でもこれ人間用の服でしょ。食費とか通す袖なくね。って無理やり言ったなー。曲がりなりにもそれっぽくなったじゃないですか。それではついにこの牢獄の街の大ボス、アクバーとの大一番へ。アクバーのステータスは以上の通り。HP は3300。攻撃は完全2回行動で、毎回2パターンある完全ローテーション行動。お供に2体ガーディアンを連れていますが、言うまでもなくアクバー戦はホイミン一人にとって物語終盤屈指の激戦です。まずは今まで通り、ホイミンさんの打撃一辺倒で戦っていきましょう。まず打撃攻撃がどれくらい効くか。どうやらホイミンさんの打撃は一発100ダメージくらいみたいなので、計算上 HP3300 を削り切るのに約33ターン必要。両サイドにガーディアンがいますが、彼らを先に倒しても無意味。アクバーはローテーション行動内に上陸があるため、倒してもどんどん復活させてくる。なので先に倒しても無駄になっちゃうので、もう先にアクバーを攻撃し続けるしかない。そして最も恐ろしいのがアクバーのローテーション行動にルカナンがあること。もうおなじみこの一人旅において最強最悪の技で、ターン経過とともにどんどん非ダメージが増えていく。ルカナンは一発で守備力を 25% 下げてくるため、4発後には0になる。そうなると3人衆の攻撃なんてとても受け止めきれない。そして今ルカナンを2発食らっている時点で HP は半分以下。当然まだアクバーを倒すには途方もないターン数が必要な状態。いやもう壊滅状態だろ。この5ターン目でどう考えてもやられちまうぞ。じゃあ、痛恨だこれ実はアクバーのみでなく、ガーディアンも完全ローテーション行動なのよ。だからこの5ターン目で痛恨の一撃が来るため、負けが確定してしまう。ガーディアンの痛恨は実は 2.5 倍撃タイプなので、守備力の影響をもろに受ける。一見良さそうですが、このアクバーのルカナンが積み重なったら、こんな感じに250くらい平気で食らう。なのでこの5ターン目になると、両サイドのガーディアンからの痛恨で500近く減らされる結末に。だからどうあがいてもこの5ターン目は超えられない。ちなみにアクバーのローテーション行動自体は多少ランダム性もあるので、そこに運の要素は少し存在します。見た感じ、水の羽衣やメタルキングの盾の耐性のおかげで、激しい炎と火炎斬りのダメージが大幅に減っているようですね。火炎斬りなんてほぼノーダメージなので、これを引き続ければこちらの攻撃回数が増えていくんですが。アクバーのルカナンターンは2種類あってザオリクとルカナン。当然ガーディアンが死んでないとザオリクは使ってこないので、3回目には確実にルカナンを使ってくる。
これを食らい続けるせいで、ガーディアンからの痛恨の一撃のダメージが爆上がりしていくという。やはりこの5ターン目を乗り越えることはできないか。このターンだけで下手したらホイミンさんの全 HP を削られるからね。たまったもんじゃねえな。なので今解禁している技の中で、再びあのデュランをも倒した受け流しを使ってみようかと。受け流しとは、すでに嘆きの巨人戦でご説明したように、相手の打撃系の技を8分の5でノーダメージで跳ね返してくれる技。このアクバー戦の場合はガーディアンの打撃、そしてアクバーの火炎斬りとドラゴン斬りが反射対象。なので彼らの打撃をいなしまくり、ノーダメージで敵にダメージを蓄積させていこうという考え。しかしガーディアンの攻撃は打撃ばかりですが、アクバーの攻撃には地響きと激しい炎があるため、それが来たら当然返せずにダメージを受けます。しかもアクバーはルカナンを確実に積み重ねてくるため、8分の3で失敗した時のリスクがどんどん後半になるにつれて上がってくる。もちろんホイミンさんの守備力が下がっても、返した攻撃のダメージは変わりません。でも見てて思うけど、今回は相手が複数人いるから、受け流しで攻撃反射できても誰に行くかわからない。ガーディアンを先に倒しちゃったらザオリク来るし、このランダム攻撃でアクバーを最初に倒すってかなり無理があるよね。ガーディアンからの攻撃は打撃のみなので、こうやってなんとか返せますが、思ったように当て、そういえば痛恨の一撃は反射できないんだった。やばい、アクバーからのルカナン食らいまくった状態だと痛恨の一撃のダメージがとんでもないことになるからもう。結果として、嘆きの巨人戦と同様に、痛恨の一撃はやはり受け流しで返せない模様。なのでこの5ターン目を超えることは不可能ということに。なんでそんな嬉しそうなんだよ。てかどうすんのよ。今からボクシングジム通ってダッキングの練習でも行きから。いや、まだです。そりゃそうだよなぁ。努力なんてやってらんねえぜ。受け流しを覚えた時踊り子を熟練度5まで習得したでしょ。実は踊り子で覚えた技の中にまだ突破口になり得るものが。今回使うのは踊り子が熟練度4で覚えるメダパニダンス。メダパニダンスとは敵グループを混乱状態にさせるもの。え？アクバーって混乱効くの？いや、そうではなくてその側近、ガーディアンたちの混乱体制が強体制なのよ。つまりガーディアンを混乱状態にさせて痛恨の一撃などを防ぎつつ、同時にアクバーたちの同士打ちを狙えれば、一石二鳥かなって。なるほど。これが今の解禁状態で取れる手段の限界です。今ガーディアン二人とも混乱状態にできました。そもそもこうでもしないと5ターン目の痛恨の一撃を超えられない。でもせっかく同士打ち狙えたのに、その同士打ちの打撃のせいで混乱溶けちゃってますよ。そう、同士打ち狙えてもその打撃の衝撃で混乱溶けちゃうのか。え？じゃあ混乱溶けたらまた頻繁にダンス踊り続けないといけないってこと？その通り。しかもその間にどんどんアクバーからのルカナンは飛んでくるし、ダメージは蓄積していくから思ったより突破口になってない。今二人とも混乱状態にできていますが、これも先ほどの受け流しと同様、誰に攻撃が行くかはわからない。これ本来のベストな状態は、ただ単にガーディアン二人を混乱状態にして同士打ちを狙うだけでなくて、その上でホイミンさんが奇跡の剣で攻撃に加わって、アクバーを攻撃しまくり、HP を回復しながら三人で猛攻する形。でも実際はこんな感じに、同士打ちで混乱状態は解けるし、その度にまたメダパにダンスをやって、しかも失敗もする。なのでとてもホイミンさんが攻撃に回ることはない。つまりホイミンさんの HP が回復することはほとんどないという。死んでしまいましたね。踊り疲れて触手が5本くらい取れちゃってます。すぐすぎるだろ、どんだけ死ぬ気で踊ってんだよ。ご覧の通り、メダパにダンスで混乱状態にさせても、混乱させるまでにターン数がかかるのと、その間にルカナンで守備を下げられるので、全く突破口にならないことが判明。痛恨の一撃は封じれるけど。なのでここでついにルール解禁へ。このアクバー戦で唯一の突破口になり得る道具があるのでそれをまず解禁します。今回用意するのはなんと魔封じの杖。なんでそんな初歩的な装備を。魔封じの杖は道具仕様で魔法トーンの効果。実はアクバーは補助系の中で魔法トーン系に強耐性で、完全耐性ではない。なのであの肉切るかなん、ザオリクを封じれてしまう。なんと。もちろん強耐性なので命中率は 50% ですが、なのでこれで突破口が見出せれば。この魔封じの杖での魔法トーンを開幕初っ端でうまく当てれば、一番厄介なルカナンとザオリクを一気に封じれる。そうすれば突破口が見えてくるはず。さあ一発目の魔法トーンはどうだ？よっしゃー。一発目から魔法トーンが当たって、これでルカナンとザオリクを封じることに成功。これからアクバーに集中砲火をしていきましょうか。でもこれでガーディアンやアクバーからの打撃ダメージが上がることなく攻撃していけるんですね。でも油断は禁物。ぶっちゃけ気になってるのは、守備力が下がってない状態での痛恨の一撃がどれくらい効くのかというところ。なので必ず来る5ターン目の痛恨連打をしのぐまでは安心できない。
あ、それとアクバーさん呪文封じられたから攻撃が激しくなってるんか。まあルカナン来ないだけマシだけど。そしてついに痛恨が来ますよ。60。もちろん250よりはマシですけど、ただ HP3300 を削り切るまで持ちこたえるとは思えない数字。いやあ、炎が暖かい。もうこのターンのガーディアンからの攻撃すら耐えられないだろ。これはひどい。ここまで頑張って呪文を封じても延命したのはわずか1ターンのみ。やはり5ターン目の痛恨の嵐をかろうじて抜けても、6ターン目で息絶えました。しかし呪文を封じても、痛恨の嵐を耐えるのが精一杯とは。なのでもう先にガーディアンを一気に仕留めて、アクバー一人にして非ダメージを一気に下げる。そこから激しい炎、火炎斬りを引き続けて、なんとかホイミンの HP600 がゼロになる前に仕留めないとダメ。先ほどまでは先にアクバーを倒そうとしていましたが、とても最後まで HP が持たないので。先に痛恨を出す前にガーディアンたちを一気に仕留めて、その後アクバーとの怠慢で、火炎斬りなんかの属性攻撃を引き続ける。そこまでして初めてホイミン一人でのアクバー討伐が可能となる。まあもちろんこれもラミアスの剣でバイキルト使えば簡単に勝てるんすけどね。世界機なり会心の一撃をお見舞いしてくれましたよ。これでいいんですよ。このホイミンさんでの攻撃だと、ガーディアンの HP420 を普通だと4発攻撃しないと削れない。当然こんなガーディアンごときに4でまた会心の一撃かよ。また4096分の1引き上げるとかどんな戦いかかせんだ。もう解説が追いつかねえな。ここも重要で一体ガーディアンを倒すと、必ずもう片方がベホマスライムを呼んできます。ここでのんびりガーディアンを攻撃してると、2発目の攻撃まではベホマを使ってきませんが、3発目からベホマを使って全開にしてくるので、永遠に倒せなくなる。簡単に言うと、2体目のガーディアンを倒すには、おそらく会心の一撃が必須ということです。そうでないとベホマスライムのベホマ無限ループに入るので。ガーディアンは5ターン目の痛恨の一撃ターンまでに、一気に倒さないととてもアクバートの怠慢に持ち込めない。ベホマスライムの HP は170なので攻撃2発で倒せます。そしてここまで戦術を突き詰めて、ついにアクバートの怠慢に持ち込むことに成功。なんとか痛恨の一撃を繰り出させる前に全員仕留めましたが、ここからアクバートの怠慢では他の要素が重要になります。ご覧の通り、地響きは60ほど、ドラゴン斬りは30ほどで、火炎斬りや激しい炎は耐性のおかげでほとんど効かない状況。こちらの攻撃は1回で100ほどなので、回復量は25前後。なのでドラゴン斬りや地響きを連発されるととても倒すまでの33ターン持たない。なのでここで重要なのが、怠慢になってからいかにしてダメージのほぼない火炎斬りや激しい炎を引けるのか。その2つが来てくれさえすれば、奇跡の剣の回復量でなんとか回すことが可能なので、どうにかして火炎斬りなどを引かないといけない。仮に最初のガーディアンたちを倒せても、その後のこのアクバートの戦闘で地響きなんかの連打で、体力負けしてやられてしまう。まあそもそも最初のガーディアン戦を突破できないことがほとんどだけど。あと多いのがガーディアン戦で1人目を倒せても、2人目のガーディアンが呼んだベホマスライムのせいで、会心の一撃が出ずに永遠とベホマ使われて倒せないパターン。会心の一撃まで粘ってるうちに、アクバーたちの攻撃でやられるという。嫌な思い出だったね。そしてその死闘をくぐり抜け、今やっとこの怠慢に持ち込んで前線をしている。でもやばいですよ。もうホイミンさんの HP が100切ってきてます。マジかよ。もうかなりダメージは与えてきたつもりなんだけど、アクバーさんかなりタフだから HP3300 を削り切るなんて並大抵のことじゃ。あと残り HP40、ここでドラゴン斬りなんて来たら全てが水の泡にギリギリ残りやがった。でもこの一撃で倒せないと負けが確定する。ついに奇跡レベルの戦法で HP をギリギリで終盤屈指のボス、アクバー討伐に成功した。まさか魔封じの杖の解禁で、特に取り柄すらなく耐性なんかも全く優れてないホイミンが見事にアクバー戦突破です。そしてアクバー殿は消滅し、反落のカリスマ、トンヌラが遅れて登場。主役は遅れてくるものです。いや遅れすぎて何の役にも立ってねえぞ。反落のカリスマが嫁とイチャついてます。英雄色を好むと言いますしね。英雄じゃねえだろ。こいつマジで何もやってねえぞ。そして牢獄の町の地下に収容された、大賢者マサールの弟、クリムトを救出。クリフトではありません。そしてクリムト氏は頭部を強打。すごい落としたけど頭大丈夫なの？この後 MRI 検査を行ったのは言うまでもない。なんとかしようと真実のオーブを使い狭間の世界最深部へ。そしてここの祠でついに大賢者マサールさんとご対面。お、マサールさんがいましたよ。どれどれ？ちょっと顔を覗いて。で、霊夢さん。どうした？マサールさん離れてます。ちょっと奇跡の剣で切ってあげなさい。任されよう。お、妖文の HP が回復しました。なんかこんな回復の仕方気持ち悪いんだけど。ついにラスボス前最後の大一番がやってきます。髄核、昇格のステータスは以上の通り。髄核の HP は2500。行動は1回ですが完全ローテーション内に瞑想があるため、6ターンのうちに500以上ダメージを与えないと勝てない。そして昇格は HP3500。行動は同じく1回ですが、打撃系なのでそこをどう扱うかがポイント。
それではついにラストダンジョン前最後のボス、髄核、昇格戦が始まります。先ほど言ったように、髄核、昇格ともども、行動は完全ローテーションの1回行動。特に髄核が相当厄介で、ローテーション行動6回のうち最後の行動がなんと瞑想。なので毎回6ターン経つたびに、500回復されるという鬼畜仕様。そもそもその間にベホイミスラもあるため、現在のホイミンの攻撃が90くらいしか髄核に効かないことを考えると。なので先に回復能力を持たない昇格から倒す作戦で。髄核を先に狙っていたらずっとこの二人からの猛攻を受けることになるため、とても耐えられない。昇格の HP は3500。行動は攻撃、力ため、足で踏みつける、どうしていいかわからない、地響き、身代わり。どうしていいかわからないってどういうことすか。お前は何しに今ここに立ってるんだよ。本来はスクルトがあればかなり楽に戦えるんだけど、呪文は禁止で、しかもまだグラコスの槍なども解禁してないためそれは不可。なので非ダメージが思ったより高いため、なんとしてでも早く倒すしかない。ホイミンさんの攻撃は昇格に1回120。なので HP3500 を削り切るのに約30ターン必要。その間奇跡の剣での回復のみで、なんとか HP を温存しないとダメ。正直攻撃で怖いのは髄核の岩石落とし。あれは耐性なんて持ってないから100以上平気で食らう。ちなみにお互い完全ローテーション行動なので、1サイクルで受けるダメージは大体計算可能。ちなみに1サイクルで受けるダメージは約370とかそんなもの。1ターンでこちらが受ける平均ダメージは約60。昇格撃破に必要なターン数30ターンの間に、約1800とかダメージを受けるためとても持たない感じ。まあ今まさにホイミンさんがあの世に送られる瞬間ですが、もう現実なんてこんなものです。今回昇格に与えたダメージはたったの1344。3分の1をちょっと超えたあたりという結果。経過ターン数は15。このデータからもし会心の一撃を連続で出せたなら、11ターン後になんとか倒せます。しかし直後髄核との戦闘に続くので、HP に余力があった方がいいかと。なので15ターン中ギリギリ13ターンくらいで倒すとして、13ターン中11回会心を出すのは 0.00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 
75% を超えないといけないのが髄核、昇格戦です。先ほどの戦闘を見る限り、まず髄核の岩石落としが強力で120とか聞いてしまいます。なので一気に HP が減ってしまうことを考えると、ここは無理に攻撃せずに防御してもいいかも。そして昇格を最初に倒すことを前提にすると、3ターン目に来る髄核の仁王立ちも髄核に攻撃がいってしまうので、このターンも防御の方がいいかも。岩石落としの2ターン目と仁王立ちの3ターン目に防御する作戦が正しいことは確かなので、この作戦の上にさらに会心が神がかり的に出る奇跡を狙うしかない状況。私と霊夢さんが輪廻転生して王族に生まれ変わって人生やり直せるくらいありえないかと。髄核にダメージを与えても、どうせ瞑想やベホイミで回復されるので集中砲火しないと意味がないです。だからこの2ターン目の岩石落としと3ターン目の仁王立ちのターンで防御する作戦で今回は行きます。ちなみにもう火扇、受け流しはこの戦闘では役に立たず、メダパニダンスも2人ともが混乱に完全体制なため意味なし。なのでなんとかしてこの奇跡の剣での攻撃作戦で、この昇格から突破口を見出していくしかない。でももうすでに HP127 でとても勝てる雰囲気じゃないけど。受け流しとか使ったら、とても髄核の瞑想とベホイミのせいで2人の HP なんて削れないんですよね。このように、今の装備と踊り子、魔封じの杖の解禁では全く歯が立たないほど強すぎる2人。果たしてこの2人を倒す術はあるものなのか。よっしゃー。我々こんなことでへこたれませんよ。次はこの作戦で。名前に今日はこのくらいにしておきましょうか。ブボー。こんな盛り上がってる時に切らなくてもいいでしょ。この動画面白いと思っていただけたら、チャンネル登録、評価ボタンを押して次回お待ちいただけると嬉しいです。次回常識外れの手段でホイミンさんが最後までご視聴ありがとうございました。次回は今年最後のドラクエ動画を公開します。